1, 1美濃の国岐阜の城下に隋隆寺という寺がある永禄天正の頃に南華和尚という偉い僧がいて戦国の世にもかかわらず常に諸国から文人や画家の集まってくるものが絶えなかった。 ことに織田信長が岐阜城を築いてからは、帰化諸将の信仰も厚く、その北条は、毎日和尚の徳を慕ってくるこれらの人たちで賑わっていた。永禄十一年の秋のことであった。数日前から滞在している里村昭波という有名な連覇士を中心に、瑞流寺で志ある人々が集まって、 歌の会を催していると一人の見慣れぬ武士が和尚を訪ねてきてその席に加わった「これは私の古い知人で斉藤蔵之助という人です。どうぞこの後よろしくお付き合いくださるように」南北和尚がそう言って引き合わせると中には知っている客もあって互いに挨拶を交わしなどした。 斎藤倉之助は名を利光と言って、美濃の国、曽根の城主、稲葉一徹とは、婿衆との間柄にあったが、訳あって稲葉家を去り、当時老人の身の上であった。後に明智光秀の家臣になって滅びたが、武将としては優れた人物で、もし良き運に恵まれていたら、大大名として名を成したに違いない。 有名な春日の坪根は蔵之介の孫であるしかし無論その時はまだ明智氏とも関わりのない浪人者であった蔵之介は黙って静かに歌の会を見ていたがそのうちにふと集まっている客たちの中にまだ十三師と見える少年が一人混じっているのを見つけた人が何かに驚くと まず何より先にそれが目の光に現れるその少年を見つけた時の蔵之介の目がちょうどそうだったそして長いことじっとその少年の様子を見守っていたやがてみんなの歌ができるとそれを上波の前へ集め揃ったところで一首ずつ読み上げて優劣を決めることになった その時の題は落下随風といって風に従って散る花の風情を読むのであったがだんだん読み上げていくうちにずば抜けて上手な一種ができてきたそれは雲か雪かと測り見せて山風の花に吹ききつ春の夕暮れというので一座の人々も上波もその素直な読み方に感心した そこで作者を調べてみると、意外にも倉之助がさっきから目を引かれていた少年だということが分かった。いやあ、またしても鶴千代殿か。今日こそ手前が秀逸をと思いましたのに。いつも鶴千代殿にさらわれるのは残念ですな。これでは大人の面目が潰れてしまう。 みんなが口々に褒めるのを聞きながら、鶴千代と呼ばれた少年は、自慢らしい様子も見せず、と言って別に恥ずかしがる風もなく、片方に静かな微笑みを浮かべているだけだった。あれはどういう子供ですか蔵之助はそっと南下和尚に尋ねた。お目に留まりましたか和尚は、 その問いを待ち受けていたように、あれは日野城の画網片秀殿のお子で鶴千代殿と申されます。この春から人質として岐阜城に来ておられるが、明敏な賢い少年で、国学、和歌、儒教、仏教など学ぶほどのものに驚くべき才能を見せています。 小田殿もひどくご寵愛で、ゆくゆくはご息女を嫁にお使わしなさるお約束だということです。まだ年も床のように思われますな。十三歳になられます。賀茂殿の若君か。蔵之助は物思わしげに、再びそっと少年を見やるのであった。会が終わって、 客たちが思い思いに帰り出すと、鶴千代もまた別れを告げて寺を出た。友は草利取り一人である。随龍寺を出て、権限山の裾を北へ沿って行くと岐阜城。その途中を左へ折れて、町中の道をまっすぐに進むと、長良川の岸へ出る。よく晴れた日で、 はじめた稲葉山の木々が秋のそよ風におののいていたお城へ帰るにはまだ早いので鶴千代は川辺の方へ向かって歩いていったすると大手筋を過ぎたところで「蒲生殿の若君どこへおいでなさる?」と呼びかけるものがあった振り返ってみると歌の席で 南下和尚が引き合わせた斉藤蔵之助という浪人者である鶴千代は静かに目で会釈し,しながら「川辺まで秋の水を見に参ります」と答えた蔵之助はうなずいて「一緒にお供をしましょう」と言いながら並んで歩き出した「二あなたは大層学問がおできなさるそうですね」 先ほどの歌も美しい出来だし、陛下のお生まれにしては珍しいことだと、実は感服しておりました。川岸へ来たとき、蔵之助がそう言って振り返ると、鶴千代はよく住んだ瞳をあげて、そうでしょうか、と静かに反問した。陛下に生まれて学問をするのは珍しいことでしょうか。 私はそうではないと思いますが、こんな時世なればこそ立派な武人になるためには学問をしなければならぬと思うのですが、それは無論大切なことです。長い乱世の生きで人々はただ平和のことしか考えません。強くさえあればよい、勝ちさえすればよい、できるだけ自分の勢力を拡張して天下に号令しよう。 そういう武将が多すぎます。これではいつまでも戦乱の静まる時がありません。あなたのおっしゃる通りです。これから武将として国を治め、正しい戦をするためには、学問を十分に学ばなければなりません。倉之助は頷いていった。あなたはまだお年も若いし、それに立派な細分が終わりだから、 今のうち学問に精をお出しなさるがよい。しかし忘れてならぬことが一つあります。どういうことですかあなたは日の城の主の子だ。やがては父君に代わって軍をすべ、国を治める隊員がある。それを忘れてはいけません。無論それを忘れはしません。 学問をするのはよろしい。けれど、学問の虜になってはいけない。武将たる者は、ただ強いばかりでもいけないが、と言って、学問ができるというだけでも駄目です。学問と兵法と、この二つが備わらなくては、真の武将にはなれません。兵法武術をお学びなさい。あなたは今、学問のため、 身を謝ろうとしています。学問のために身を謝るですって。鶴千代は不服そうに反問した。そうです。よき歌を百首読むより、国を治め、正しき戦の法を学ぶことの方が大切なのです。剣でなくとも国を治めることはできると思います。鶴千代はきっぱりとそう答えた。 我茂氏は藤原秀郷の抜損で代々近江の日のを領している名門の家だったが戦国の世になって次第に司法から圧迫され永禄11年ついに織田信長の軍門に下ってその帰化となったそれと同時に鶴千代は日の城を離れ人質として岐阜城の信長のもとに来たのだが 非常に頭の良い利発な少年だったので信長からこの上もなく愛され南下和尚の言ったようにやがては信長の束女を嫁にする約束までできているほどであった鶴千代は幼い頃から学問が好きで馬に乗るよりも歌を読み戦術を学ぶより文字に親しむという風であった。 もともと細分があったから学ぶほどに上達も早く、歌の会などに出ると、見事な作を出して、しばしばその道の人を驚かした。我猛の鶴千代殿は秀才だ。今に立派な学者になるであろう。いや、歌人として名を上げるに違いない。そういう評判を聞くたびに、まだ十三歳の鶴千代は、 ひそかに胸を躍らせていたのである。そこへ、斎藤蔵之介という人が出てきた。そして、世間の人々とはまるで違った言葉で鶴千代を批評した。今まで褒められることに慣れていたし、自分でも自分を秀才だと信じていた鶴千代は、蔵之介の言葉を平気で聞くことができなかった。 私が学問の虜になっているという。良き歌を百首作るよりも大切なことがあるという。随分無遠慮な言葉だ。そんなことがあるものか。鶴千代は激しく首を振った。私の体にはご先祖、秀里公の血が流れている。いざ合戦という時には、 この体に流れている血がどう戦うべきかを教えてくれる。造評ならば武術も習うがよかろう。しかし一軍の大将たる者はそんな小さなことに関わる必要がない。名門の武将の子という誇りが鶴千代の心を強く引き立ててくれた。それから間もなく鶴千代は京都へ上がった。 そして、三条西真高や火山院右大臣に愛されて、ますます国学和歌を学ぶ一方、華道や庭園の作法などまで稽古するようになった。永禄十二年、八月のことであった。一機の死者が岐阜から京の鶴千代の館へと馬を乗りつけてきた。信長からすぐに帰れという知らせである。 鶴千代は誰へ糸まごいをする暇もなく、死者と馬を並べて京を立った。岐阜へ着いてみると、城下は兵馬で揉み返していた。おお、帰ったか股間じゃ。鶴千代を迎えた信長は上機嫌で言った。これから伊勢の北畑を攻めに参る。お前にも兵を預けるから一合戦してみろ。 呂人に鶴千代では長が弱い。今日から忠三郎を武秀と名乗るがよい。かたじけのうございます。あっぱれ手柄を立てろよ。鶴千代は黙って手をついた。三。信長の軍勢は伊勢の国へ殺到した。国司北畠智則は名高い大将で、 黄金地上によって固く防いだ。賀茂鶴地を改め、忠三郎武秀は、五百の兵を率いて陣頭に進んだが、身も心も全く動揺してしまった。合戦は激しかった。北畠勢は、それまでに各地に連敗し、今はただ黄金地上を最後の守りとしていたため、必死の勢い鋭く。 さすがの織田軍もなかなか決戦の木をつかむことができない突っ込んでゆく軍票の声共奔する馬の稲垣それを押し込むような陣金や洞羅貝の音が伊勢の三夜にすさまじく響き渡った忠三郎は手も足も出なかった攻め寄せる兵と逆襲する兵との 行き着く暇もないような白兵戦を見ていると、五百の手勢をどう動かし、どこへ切り込んだらいいのか、まるで見当がつかないのだ。ああ、自分は間違っていた。忠三郎は胸をかきむしりたいような気持ちでそう思った。自分が秀里公の子孫であっても、この体に賀茂家の血が流れていても、自分に兵を動かし、 発をする能力がなななければ何にもならない。武将の子である以上自分に最も大切なものは兵法武術を学ぶことであった学問の虜りこになっていると言われた蔵之助殿の言葉は正しかったのだ忠三郎は今こそ自分の誤りを知ったけれどもそれが何になろう 戦は今、眼前に展開している。ぐずぐずしているうちに、戦機は去ってしまうだろう。信長から500人の兵を与えられ、賀茂家の名誉を担っている自分が、初陣に遅れを取ったら死に勝る樹辱だ。いっそこのまま、法も何も構わず敵陣へ突っ込んで、討ち死にをしようか。その方がむしろ潔いぞ。 と思った時である向こうから馬をあおってきた一騎の武者が忠三郎のそばへ近寄りながら「賀茂の若君初陣おめでとうござる」と大声に呼びかけた驚いて振り返る忠三郎の前で馬から降りた九段の武者は兜を取りながら日光と笑った「お忘れですか斎藤蔵之助です」。 おう、斎藤殿。意外な人である。忠三郎は驚きのあまり、夢でも見ているような気持ちで、しばらくは言うべき言葉もなかった。蔵之助は、それまでの様子をすっかり見ていたらしい。驚いている忠三郎の肩を叩いて、さあ、あなたの功名を立てるときです。と励ますように言った。 拙者の言う通りやってごらんなさい。今ここへ安藤伊賀守殿の軍勢が攻めてゆくでしょう。どこですあの桑名口の木戸です。蔵之助の指さすところを見ると、いかにも信長騎下の安藤伊賀守が今しも敵陣の一角へ押し寄せてゆくのが見えた。あの攻めぶりで見ると、 伊賀殿の軍勢は必ず負けます。負けて逃げてきます。そして敵兵はきっと追い打ちを仕掛けるに相違ありません。そこで、あなたは向こうの藪の中に五百人の手勢を伏せて待っておいでなさい。待っていてどうするのです。伊賀殿の軍勢が逃げ去るのを待って、追撃してくる敵兵を半分までやり過ごし、 その真ん中へ横から一文字に突っ込むのです。さあお立ちなさい。倉之助はもう一度肩を叩たたいていった。あなたは必ず勝つ。ブーンを祈ります。忠三郎は馬に飛び乗った。もはや勝敗はものの数ではない。戦う機会が与えられたのだ。 今こそ合戦の真っただ中へ進むのだ。忠三郎は蔵之助の言葉を少しも疑わなかった。そして五百の手勢を藪の中に伏せて待つことしばし。果たして伊賀勢は負け戦になった。軌道を開いて打って出た敵兵のために、切り崩されたなと見る間もなく、浮き足立ってゆらゆらと敗走し始めた。 忠三郎は待っていた。伊賀勢が眼前を逃げてゆく。敵兵は逃さじと追い詰めてくる。それでも忠三郎は辛抱強く待った。そして追撃してきた敵の軍勢が半ばまで通り過ぎたとき。かかれと馬上に太刀を振って叫んだ。生きて帰ると思うな我と共に死ね 待ちに待った五百機は声に応じて雪崩のごとく押し出した。馬を煽り、太刀を抜いて敵兵の真ん中へ弾丸のごとく突っ込んだ。太陽は焼けつくように照っていた。もうもうたる土ぼこりが戦場を覆い隠した。その黄色い土煙の中に太刀が飛び、槍がひらめいた。 畜する牙打ち合う軍票敵も味方も入り乱れて雄たけびと時の声とさながら荒れ狂う怒涛のような白兵戦になったしかし戦は忠三郎のものだった追い打ちに深入りしすぎた敵兵は不意にその横から奇襲を受け中央を破られて混乱に陥った それでもしばらくは防戦を続けたが必死を期した賀茂勢の奮戦はすさまじくついには散々に切りまくられて総崩れとなった忠三郎は先頭に立って馬を乗り入れ敗走する敵兵を縦横に蹴散らしながら声高々と叫んでいた賀茂忠三郎藤原の武秀 少年十四歳、初陣の手並みを見よや。この戦で、忠三郎は、自ら兜首四球を挙げた。何しろ伊賀の神の敗戦で、下手をすると大事に及ぼうとしたところを、わずかな守兵で勝ちを制したのだから、素晴らしい手柄である。忠三郎、あっぱれでかしたぞ。信長は、 本陣へ忠を呼んだ。珍しく声を上げて笑いながら言ったそれでこそ信長の娘を遣わす値打ちがあるさすがに我慢の血筋だなあの駆け引きは初陣に似合わぬ立派なものだった当座の褒美だこれを取らせるそう言って信長は二文字国年の配当を与えた 忠三郎は信長の前から下がると、すぐに手分けをして蔵之助を探させた。しかしその時はもうどこにも彼の姿は見えなかった。戦の後の気味の悪いように静かな黄昏。忠三郎は丘の上に立って遠い夕空の彼方を見やりながらそっとつぶやいた。 倉之助殿、今日の手柄はあなたのものです。忠三郎はあなたのお言葉の通り、これから兵法武術を学んで立派な大将になります。学問と武術とこの二つのものを学んで良き漁師となります。どうか忠三郎の行く末を見ていてください。忠三郎はその通り実行した。 そしてついには会津百万石の大名となり名将賀茂氏郷の名を長く歴史に残したのである。